シリーズでお送りいたしております山本周五郎作品切り抜き線もみの木は残ったより宇野の物語4回目となる今回は宇野16歳の物語として第3部第2章グミの実と第3章忍びの王を続けてお届けいたします。第2章グミの実。立脇は話をやめてじっと宇野の横顔を見守った。彼は原田家の慶子で年は17になる。父の会には似ていない。おそらく母親になのであろう。色が白く面長で眉が濃く澄んだいい目をしている。幼名はうねめといい、ずっと病身であったが、15歳の時元服し、立脇宗元と名乗るようになってから、目に見えて背丈も伸びたし、健康にもなった。貝も背丈は高いが、立脇も高い。今でも5尺5寸近くあるが、もっと伸びるだろう。顔は母親に似たようだが、体つきや性格は父親のを受け継いだらしく、その口ぶりも動作もおっとりと老成して見えた。二人は木陰の草の上に腰を下ろしていた。そこは砦山の中腹で東に面し、松林に囲まれていて、向こうに船岡の町と原田家の盾のある丘が眺められた。宇野は盾の方を見ていた。彼女は16歳になり、胸や腰のあたりにはすでに大人びた丸みが見えるが、顔つきはまだ少女のままで、張りのある大きな目にも、鮮やかに赤い湿った唇にも、媚びや郷愁は少しも感じられなかった。松林の陰で宇野の顔は青く染まっているように見えた。影に区切られた地面の向こうには、初秋の午後の強い日光を浴びて伸びた雑草が一様に葉先を垂れてい、そこから蒸れた草の葉が匂ってきた。宇野は、あら、と言ってびっくりしたように振り向いた。どうなさいましたの？宇野こそどうした？と立脇が微笑しながら言った。宇野は目を大きくまたたいた。するとその目はもっと大きくはっきりと澄んだ光を帯びた。私、どうかいたしまして？話を聞いていなかった。と立脇が言った。私の話を聞かずに何か考え事をしていた。何を考えていたんだ？いいえ。何にも。と宇野はかぶりを振った。私、お話を伺っておりましたわ。ちゃんと伺っていて。あら。彼女は赤くなり、立脇を見上げてニッと恥ずかしそうに微笑んだ。立脇はそれごらんというふうに宇野を見た。宇野はその目にうなずいた。いいよ、言わなくとも分かっている、と立脇が言った。また父のことだと彼は思った。宇野がそんなふうにしているときは、必ず貝のことを思っているのである。これまでたびたび経験しているので、立脇にはすぐに見抜くことができた。今度は大丈夫ですわ、と宇野は膝を直した。今度はちゃんと伺いますから、どうぞ、あと話してくださいましな。立脇は話を続けた。彼は原田家の歴史を語っているのであった。それはほぼ伊達氏の歴史と相伴ったもので、すなわち、右大将源頼朝の帰家であった比企黒人知宗が伊達氏の始祖であり、
その二代、日立の助、宗村の第二、原田家の祖、与次郎がその家臣となった。宗村は、日立から奥州へ所帰りになり、伊達郡に館を構えて、伊達を称してから、隠居した陸奥守、綱宗までが19代。原田家も、与次郎から甲斐宗助までが同じく19代であった。原田は古くから宿老の家柄であり、伊達家では一二の臣と言われてきた。政宗が仙台に移った時、原田家も柴田郡船岡へ変わり、以来100年近い間、建主として船岡を領していた。先祖の逸話はあまり伝わっていない、と立脇は静かに言った。16代の大倉宗政という人が、照宗様の時、相馬の合戦で討ち死にをしたことと、次の左馬之助宗時という人、この人は頭も良かったし、戦いにも強かったらしい。幾度も戦場へ出て、巧妙手柄を立てたが、朝鮮の駅で病気になり、29歳で亡くなった。その時、低山様は大層悲しまれて、追悼のため和歌六首を詠まれたということだ。それだけですの？私が聞いたのはそれだけだ、と立脇はうなずいた。原田家では昔から自分の家のことは言わない習慣らしい。特に勲功や美談については、書き残したり言い伝えたりすることが決してない。まるでそういうことを恥じてでもいるような具合なんだ。ああ、わかりました、わかりました、と宇野が言った。あなたのお話ぶりがおじさまによく似ていらっしゃるからです。似ているからどうした？ですからあなたのお話を伺っているとすぐにおじさまのことを思い出してしまうんです。お声は少し細いようだけれど、お話ぶりはそっくりですわ。父はこんなにしゃべりはしない、と立脇は目を伏せ、いくらか憂いのこもった調子でつぶやくように言った。父はいつも黙っている。これまで私は父とゆっくり話した覚えがない。そんなことは一度もなかったようだ。もしかすると私が父に疎まれているのかもしれないが。そんなことがあるものですか、と宇野はかぶりを振った。あなたを疎むなんてそんなことがあるはずはありませんわ。おじさまはいつもお口数が少ないし、思っていることもお口には出さないで心で通わせるというご性分ではないでしょうか。宇野は分かっているように言うな。ええ、分かっていると思います。私にはよくわかるように思いますわ。立脇は宇野を見た。宇野は続けて言った。黙っていらしてもおじさまのお目を見ると何を考えていらっしゃるか、今何を欲しがっていらっしゃるか、宇野にはすぐにわかりますわ。父が何か欲しがることがあるか、と立脇は笑った。宇野はまあと言ってはにかみ笑いをし、茶とか菓子とか食事などの意味であると答えた。立脇はうなついて、宇野は賢いからな、と言った。私にはわからない。立脇は空の向こうへ目をやり、ふと探索するような調子で言った。父は何か隠している。宇野は彼を見た。立脇は、父は何か心の中に隠している、と続けた。母を離別した理由もわからないし、あんなに親しかった松山の喪に分けや、悪夜の秋様と疎遠になったわけもわからない。里見十左衛門も来なくなった。十左殿は心底父に傾倒していて、国元と江戸の往来には必ず船岡で、幾日か滞在していったし、いつも父のためなら死も辞さないという様子だった。それがしばらく前から顔も見せない。街道を通っても
決して船岡へ寄ろうとはしないのだ。何かあったのだ。何か重大なことが起こっているに違いない。と立脇は言った。父は非常な重荷を負っているようだ。理由はわからないが非常につらい、苦しい立場にあって、それを一人で踏みこらえているように思う。私にはそう思われる。私はそれが知りたい。父の負っている重荷が何であるか、父がどんな立場にあるのか知りたい。と立脇は続けた。父はおばあ様にも話さないようだ。おばあ様は感づいているかもしれない。あの通り気丈な方だ。父のことはよく理解しておいでだから。しかし父からはおばあ様には何も言わないらしい。それはいい。祖母に心配をかけないのはいいのだ。けれども私は違う。と言って立脇は立ち上がった。彼は立ち上がって館のある丘の方を見つめながら低い訴えるような声で言った。私は男だ。年も17になる。父は私に打ち明けてくれなければならない。打ち明けてくれないのは私が頼みにならないからだろうか。いけませんわ、立脇様。と宇野が立ち上がった。宇野は立っていって立脇の顔を見上げながら言った。そんなふうにお考えになってはいけませんわ。もしもおじさまに何かあってその必要があるときが来れば、おじさまはきっとあなたにお話しなさいますわ。いやそうじゃない。と立脇は頭を振った。私は知っている。父は私を嫌っているのだ。宇野は目を見張って彼を見た。父は私を嫌っているという終わりのその言葉は、何気ない調子であるのに切実で絶望的な響きさえ持っていた。宇野は唾を飲み、立脇から目をそらした。そうかもしれない、と宇野は思った。甲斐は船岡へ来てもほとんど館にいることはなかった。山の小屋にこもって、ヨゴベエを相手に狩りをしたり、木を切ったり、また書物を読んだりして暮らす。立脇は男の子だから、そういう時には連れて行くのが当然なのに、甲斐はいつも一人であった。博多にいる時でも、立脇とゆっくり話すようなことはなかったし、鹿狩りで怪我して、後の養生に青根へ湯治に行った時も、立脇ではなく宇野を連れて行った。本当にそうかもしれない。立脇の言う通り、本当に甲斐は立脇を嫌っているのかもしれない。だが、なぜ甲斐は立脇を嫌うのだろうか。甲斐には男子が4人あるが、次男の中次郎は飯坂系、三男の喜平次は平戸系、四男の五郎兵衛は剣持系と、それぞれ養子に入り、残っているのは立脇一人である。他の三人の誰かを特に愛していたようには見えないし、一人だけ残った長男をどうして嫌うのだろうか、どうしてだろうか、と宇野は思った。どうやら喋りすぎたようだ。立脇は袴を手ではたき、帰ろうかね、と言った。お話はそれだけでしたの？宇野は彼と共に歩き出しながら、こう言って、彼を見上げた。立脇は曖昧にうなずいた。もう一つあったのだが、と彼は坂道へかかった時低い声で言った。本当はその話をしたかったのだが。私伺いますわ。それが話せなくなった。どうしてですの？話しても無駄だということが分かった。原田家のことを話しているうちに、もう一つのことは話さない方がいいということが分かったのだ。宇野は目を伏せた。同じようなことがあった。と宇野は思った。確かに、いつかどこかでこれと似たようなことがあった。そう思いながら、
ふと目を上げると、坂道の左に熟れた実をびっしりつけたグミの木があるのを見つけた。ウノは足を止めて、まあ、きれいな、と目を見張った。欲しければ追ってこようか。ええ、どうぞ、とウノが言った。おばさまへお土産にいたしますわ。立脇はウノの顔を見、すぐにその目をそらしながら、いや、と首を振った。おばあさまにだ。あの人にではない。土産にするならおばあさまにだ。ウノは、はい、と言った。立脇の目はきつく、その声は激しかった。彼が新しい母になじまないことは、ウノもよく知っていた。甲斐の二度目の妻は、津田玄馬の妹で、名を育といい、今年29歳になる。結婚するとすぐに甲斐は江戸へ去り、育は後に残った。まだ夫婦とは名ばかりであるし、原田家の主婦としてもその位置は安定していなかった。盾の中で彼女はほとんど孤立していた。一日に一度隠居所へ挨拶に行くほかは、自分の化粧室で実家からついてきた三人の次女を相手にひっそり暮らしているのであった。立脇はあの人と言った。彼が育女となじまないことは宇野も知っていたが、今の目の色やあの人という言葉つきには単になじまないばかりでなく、むしろ反感を持ち嫌っているということが現れていた。あの方のどこがお気に入らないのだろうか。立脇の温順な性質を知っているので、宇野にはそれが意外でもあり、理解がつかなかった。彼は灌木の茂みを分けて斜面を登って行き、グミの枝を折ってきた。熟れて紅玉のような色をした実がびっしりとなっている枝で、彼は手の指を傷つけていた。海の枝のトゲに引っかかったのだろう。右手の中指にかき傷があり、血がにじんでいた。ちょっと締まりましょう。宇野は懐紙を出した。いいよ、何でもない。だってとがめるといけませんもの。ちょっと縛るだけ縛っておきましょう。髪を細長く折り、宇野は立脇の手を取って傷ついた指へ口を当て血を吸い取った。宇野の唇が指に触れた時、立脇の手がピクッとなり、彼は息を詰めた。宇野は吸い取った血を脇へ吐き、それを三度繰り返してから折った紙で傷のところを縛った。やっぱり話してしまおう。立脇は顔を背けていった。私に縁談が起こっている。相手は松山の娘だ。宇野はまあと立脇を見上げ、それはおめでとうございますと言った。私は気が進まないのだと立脇は言った。しかしおばあさまには逆らえない。おばあさまも松山から来た人だし、その娘と私とはいとこにあたる。母があんなことになった上に三代も10円というのは、私は好ましくないんだ。彼は宇野の顔を見、やはりそこに予期したような反応の現れていないことを認めると、鋭く眉をしかめて歩き出した。宇野は少し彼に遅れて歩きながら、青根の宿で会ったことを思い出していた。そうだ、あの時だった。さっき立脇が話しても無駄だというのを聞いて、その表情や口ぶりが前に一度経験したことのように思えた。同じようなことが前にもあったという気がしたのであるが、立脇が縁談の話を始めた時、ああそうだと思い当たった。会の当時についていった青根の宿で塩沢丹三郎から文をもらった。宇野はどうしていいか分からず、その手紙を会に見せた。会は当惑した様子で、もう
お前も子供ではないのだから、こういうことは自分で始末をするがよい、と言った。宇野はそのままにしておいた。するとある日、湯殿の控えで、丹三郎から直に返事を求められ、宇野ははっきりと断りを言った。自分はまだ年も若いし、父の罪でお預けの身だからと言ったのであるが、本当は丹三郎に対して何の感情も動かず、むしろ文などをつけられたことで、かすかながら疎ましくさえ思った。今、立脇に対しては、疎ましいなどという気持ちは少しも感じない。また彼は丹三郎のように言い寄ったりしたわけではない。にもかかわらず、あの時と同じような一種の感じで体が硬くなった。どうしてだろう。立脇の後ろから歩いて行きながら、宇野はぼんやりと自問自答した。彼は一度話しても無駄だと言い、また思い返したように縁談が起こっていることを打ち明けた。これはどういう意味だろうか。自分が青根の宿の時のような一種の警戒を感じたのはなぜだろうか。そんなふうに考えあぐねていると、前を行く立脇が誰かに呼び止められた。ああ、伊藤さんですか、と立脇が立ち止まった。そこは東洋寺の門前で、呼び止めたのは伊藤七十郎であった。彼は船場様の時と同じように旅能を引っ掛けた刀を担ぎ、傘を阿弥陀にかぶり、汗だらけの顔で笑っていた。久しぶりですね。すっかり大人になったな、と七十郎が言った。立て、小野が来ているというのでこれから行くところだ。暑いのに山遊びかね。七十郎は立脇の持っているグミの枝を見、それから後ろにいる宇野を見た。格別注意して見たわけではない。一別しただけですぐに立脇と並んで歩き出した。小野様は国老になられるのだそうですね。よせばいいのに、バカな人だ。七十郎はそう言ってふと振り返ってまた宇野を見た。宇野はうつむいてゆっくりと歩いていた。第三章、忍びの尾。原田家の隠居屋は別棟になっている。桁行き七軒、播磨四軒半、茅葺き支柱造りで、表に十畳の座敷が三つ、接待中の間上段の間とある。これらは南に面しており、裏の北側に気配の間と茶の間が続いていた。上段の間はおさらん間、竿縁天井、西面して塗り瓦町の本床と平書院を並べ、その左に袋棚と地袋の床空きがある。床の間には山水の大幅が欠けてあり、白磁の香炉から薄青い煙が緩やかに立っていた。隠居の慶月院は65歳になる。痩せてはいるが、しっかりした体つきで、目にも力があるし、口の利き方なども歯切れがよく、いまだに親族の間で叙情部と言われる意味がその風貌によく現れていた。慶月院と相対して伊藤新左衛門が座っていた。彼は前の日にこの盾へ着いたのだが、持病があるのと旅の疲れとで、着くとすぐ寝所で体を休め、今初めて隠居所へ挨拶に来たのであった。青根で甲斐と会った時、彼は肥えているように見えたが、今はひどく痩せているし、皮膚の色も青黒く艶がなかった。痩せたのがいいのです、と新左衛門は軽い咳をした。4月頃までは肥えていたのですが、
肥えていたのではなくむくみだそうで、痩せ始めてからは立ち居も楽になりましたし、病気も解放に向かっているのだと医者が申しておりました。それが本当ならよいが、と慶月院は危ぶむように彼を眺めた。見たところ肌のお色も悪い、その咳も心もとない。もう少し丈夫になるまで養生されるがよくありませんか。そうできればよいが。新左衛門はこみ上げてくる咳を抑え、廃止で額の汗を拭いて、それから言った。お聞き及びかと思いますが、吉岡の奥山大学殿が国老を免ぜられますので、どうしてもその後を引き受けなければならないことになったのです。吉岡殿はご罷免ですか。正式にはまだ仰せ出されませんが、江戸ではそう決示をしているとのことです。慶月院はうなずき、新左衛門の咳の止むのを待って、そういうことなら、と言った。そういうことだとすると、ご信任のあなたには一層重荷のかかることでしょう。私はご政治向きのことは皆目知りませんけれど、松山が国老の任を解かれたのも、吉岡殿が罷免されるのも、何か裏に糸が引かれているようで、これは私の一人合点でしょうが、その後にあなたが治られるということは。新左衛門が手を挙げて、分かっておりますと遮った。それは承知の上のことで、それについて伺いたいことがあって参ったのです。慶月院の表情が固くなった。私に何をお聞きなさる。船岡殿の御進邸です、と新左衛門が言った。慶月院は眉も動かさなかった。あれに何かご不審でもあるのですか。そこが知りたいのです、と新左衛門は低い声で言った。彼は伊達明と茂庭周防、原田海斗の極秘の盟約について語った。明と周防は外部から、海は兵部宗勝の懐へ入って、相互に連絡を保ちながら酒井老中と兵部による陰謀の触手を断ち、伊達宗家の安泰を守るという手はずであったことを述べた。私は涌谷様にも松山殿にも会って以上の経緯を聞きました。しかしご両所とも今では船岡殿のご進邸危ぶまれると申されるのです。松山がですか、と慶月院は言った。涌谷様はともかく、松山がそんなふうに言うとは合点が行きませんね。一体貝のどこがどのように危ぶまれるのですか。私は去年青根の宿で話し合いました。それは知っています。その時船岡殿は私の問いに答えてくれませんでした。私はすでに国老就任の交渉を受けており、それをお受けするについて船岡殿の意向を知りたかったのです。ご承知のように個室があって余命のほども分かりません。私でご奉公のできることなら、この首をかけてもお役に立ちたい。真実そう思って相談に出かけたのです。しかし船岡殿は何も知らぬ、涌谷松山との盟約などもない、家中の者は火のない煙を騒ぎ立てているのだというばかりで、全く相手にならないのです。慶月院は内庭の方を見た。芝をたたんだ彼女の眉間が開き、その目がひときわ強い光を帯びるように見えた。それで、と慶月院は内庭の方を見たままで反問した。私にあれの進展を聞きたいとおっしゃるのですか。船岡殿は今一ノ関の与党になったという噂がもっぱらです。
私が思うのに、と慶月院はゆっくり言った。三者の盟約が事実だとすれば、あれが一ノ関様の懐に入るのは初めからの予定だったのではありませんか。その通りです。そうとすれば、一ノ関様の与党になったと噂の立つことに不審はないでしょう。それはその通りなのです、と新左衛門は咳を抑えながら言った。その通りですが、初めの約束と船岡殿の仕方とが次第に食い違ってきた。一ノ関との関係は密接になるが、枠屋様や松山殿とは遠ざかるばかりなのです。はじめ御内室を離別された時は一ノ関を図る手段だと思われましたが、今では松山との縁を切るのが本当の目的だったのだとさえ言われているのです。誰がそう言うのですか。枠屋様、松山殿、その他の者もほとんどそう見ております。あなたはどうなのですか。私は青根で話し合いました。それでやはりあなたも会が不審に思われるのですね。事実があるのです、と新左衛門は苦しげに言った。彼はその事実を述べた。一ノ関の領内にある金山の所属について、会が一ノ関に属すと判定したこと、伊達領内の金山は豊臣秀吉から永代伊達家の戦友とすると約束され、徳川氏もそれを認めて課税さえもしない。奥武宗勝の所領は宗家から分けられたものであるから、金山が伊達宗家に属するのは当然である。にもかかわらず甲斐が強引に一ノ関に属すると判定したのは、単に兵部の懐へ入る手段とは信じがたいこと。また枠屋と寺池、式部、宗友との自座会論でも、奥山大学から一ノ関と岩沼、田村右京の両貢献に出された六箇条の申し入れでも、甲斐は常に一ノ関の利分になるように計らっているし、それについて枠屋や松山には何の連絡もなく、あえて離反する態度が強くなりつつあることなどを新左衛門は語った。これに類する小さなことは他にもあるのです、と彼は続けた。私は船岡殿を信じたい。枠屋様も松山殿もそうでしょうが、私は誰よりも船岡殿を信頼してきたし、今でも今後も信じていきたいのです。新左衛門は目を上げて慶月院を見つめながら言った。御母堂のお考えを聞かせてください。船岡殿は盟約を守っておられるのか、それとも真実一ノ関の与党になってしまわれたのか。私にはわかりません、と慶月院は静かに言った。宗助は年も不惑を過ぎて、もう母親の手の届くところにはおりません。私の手にはもうあれには届きませんし、私はただあれを信じているだけです。しかし御母堂には何か打ち明けておられるのではありませんか。慶月院はゆっくりと首を振った。そうとおぼしきこともありませんでしたか。ございません。宗助からそういう話を聞いた覚えはありません。もし仮にあれがそのようなことを打ち明けたとしたら、私は耳を塞いで叱りつけたでしょう、と慶月院は言った。宗助は不憫かもしれませんが男です。そのような大事について、たとえ母親にもせよ打ち明けるような未練者なら、私は我がことは申しません。双心はないとおっしゃるのですね。いいえ、私はあれが原高い宗助であることを信じているばかりです。慶月院はそこで新左衛門を見、
穏やかな口ぶりで言った。ただ一つだけ申しましょう。今度孫の立脇に縁談が起こりました。相手は松山の娘です。松山殿の。新左衛門はいぶかしそうな目をした。慶月院はうなずいて言った。私はこの縁談をまとめるつもりでおります。宗助にもさして依存はないでしょう。自然あれが松山と絶縁するつもりだという噂は誤っていることになります。それはまことでございますか。茶が冷えたようですね。こう言って慶月院は宇野さんと呼んだ。静かであるがよく通る声で返事が聞こえ、間もなく茶の間に通ずる襖を開けて宇野が顔を見せた。宇野は身のなっているグミの枝を持っており、慶月院はそれに目を留めた。山で取ってまいりましたと宇野がその枝を見せながら言った。立脇様に砦山へ連れて行っていただきましたの。その帰りに見つけたものですから、お慰みにと存じまして取ってまいりました。そう、見事だことと慶月院は言った。グミの実は赤くなれば食べてみなくとも熟れたことがわかる。人の心の奥というものは。新左衛門は隠居状を辞した。グミの実は食べてみなくともその色で熟不熟がわかる。人の心底というものは。慶月院の言葉はそこで切れたが、後にどういう言葉が続くかはおよそ推察することができる。杜氏は貝を信じきっているのだと新左衛門は思った。盾の客間へ戻ると七十郎が酒を飲んでいた。体の具合はどうです。杯を口へ持って行きながら七十郎は兄を見上げた。彼は水を浴びてさっぱりとし、仮着の片びらでくつろいでいた。新左衛門は趣向の禅を見て憂鬱に目をそらし、うんと言ってそこへ座った。彼は七十郎が酒を飲むことを好まない。七十郎はまた義兄が酒を飲まないことをたまに傷だというのであった。柏屋に泊まったのを見たものがあるというので来てもらったと新左衛門は扇子を動かしながら言った。咳が出て彼は額の汗をかいた。うねめにも言い置いてきたが、底元にも頼んでおきたいことがある。体の具合はいいんですか。新左衛門は聞き流して、雪へおるかと呼んだ。家父の三木坂幸恵が来ると手箱と言い、今度は激しく咳き込んだ。七十郎は目を背けて続けさまに酒をあおった。新左衛門は額から胸までの汗を拭き、幸恵の持ってきた手箱を開けて奉書に書いたものを取り出した。これを読んでくれと渡されて、七十郎は杯を下に置き座り直して読んだ。一つ中言あらば、貴賤の者たりとも採用すべきこと。一つ神祖によって賞罰を傾聴せず、鮎の者を大敵とすること。一つ両貢献互いに確信なきこと。そして貢献の伊達兵部と田村右京の名が書いてあった。これは前に見ましたよ。七十郎はそう言って紙を巻いた。それは青根の宿で原田海にも見せたことがある。新左衛門はそれを預かっておいてくれと言った。出府したらその三か条を正史として
両貢献から取るつもりだ。出すと思いますか？拒絶すれば私は国老にはならない。七十郎は杯を取った。そして低い声で、この三箇条をどう役立てるのですと無心に聞いた。その時が来ればわかると新左衛門が言った。生死を取ったらうねめに送るが、その写しとしてこれは底本が持っていてもらいたい。私は必ず取ってみせる。七十郎は心でうなずいた。これなら大丈夫だと彼は思った。体はひどく衰弱して見えるが、それはむくみが取れたからだろう。陽光剣から生死を取る、必ず取ってみせるという口ぶりには粘り強い正気が感じられた。よろしい、預かりましょうと七十郎は言った。もし必要なら松山へも写しを作って渡しましょう。松山へ寄るのか？そのつもりです。いや、松山へはいい。新左衛門は首を振り、すまないが休息すると言って立とうとした。七十郎はどうぞと会釈したが、ふと義兄を見上げた。ここへは何か用でもあったんですか？新左衛門はうんと言った。都寺に会いに来たんだ。彼はちょっとためらったが、七十郎の顔を見て言った。私にはまだ船岡の気持ちがわからない。青根で話した時はこれはもうダメだと思ったが、後になって考えると本心を隠していたような気がしてならない。彼は人が変わりましたよ。いつか私もそう言った。青根の話の後です。私もそう言ったが、しかし船岡はあれだけの人物だ。そうたやすく心変わりをするはずはないと思う。で、どうだったんです？わからないと新左衛門は吐息をついた。隠居の都寺は信じきっている。だが船岡のことは何も知ってはいないようだ。彼のことは諦めましょうと七十郎が言った。私も江戸で会って膝詰めで話してみたんです。もしも本音があれば本音を吐かずにはいられないところまで追い詰めました。しかし無駄でした。私は原田海という男をよく知っています。他の者にはわからないことでも私にはわかるんです。他の者の目をくらますことができても私の目をくらますことはできません。彼は人間が変わりました。原田海はもうダメです。それは自分で確かめようと新左衛門は言った。里見重座も同じようなことを言っていた。重座はほとんど船岡を崇拝していたくらいなのに、この前来て同じように言っていた。私にはそれがいぶかしい。これまで最も近しかった人間がそろって船岡から離れてしまう。涌谷様、松山、底本、重座、そして私も。青根、ね、この方、私も同じように考えていた。これは何かある。これには何か理由があると思うのだ。赤い花を見れば誰の目にも赤く見えるものです。新左衛門はドキッとしたような目で七十郎を見た。赤い花という言葉が慶月院の言ったことを思い出させたのである。そして今七十郎は誰の目にも赤い花は赤く見えると言った。もちろん例えではあるが、貝から離反する人たちが同じ色しか見ていないという意味にも取ることができる。七十郎は
最もよく貝を理解していたようだ。けれども貝は今非常の立場にいる。平成の貝を見る目で今の貝を正しく判断することができるだろうか。新左衛門はうんとうなずき、軽く咳き込みながら立ち上がった。そうかもしれない、底本の言う通りかもしれないと立ったまま彼は言った。だが私は自分で確かめてみる。もう一度腹を割って話してみるつもりだ。それが最後のご奉公だと思う。最後のですって？私はもういくらも生きられないのだ。バカなことを。いや、もう長い命ではない。それは自分でよく知っている。医者は病気が山を越したと言うし、自分でも時にそうかと思うこともある。だがそうではない。気力の衰えや体の芯から精の抜けてゆくことが自分にははっきりわかる。もう先は短いということがわかったから、この命一つをお役に立てようと思ったのだ。あなたらしいな。七十郎は酒を煽って言った。俺は治ると言い出す病人は死ぬが、もう死ぬという病人は治るものです。そこもとには似合わないと新左衛門が微笑した。そういう慰めはそこもとには似合わないな。だがもう疲れた、失礼して休息することにしよう。いつ江戸へ立たれますか？明日の朝。そう言って新左衛門は去った。七十郎は調子を取ったが、酒がなくなっているので、おいと高い声を上げた。すると返事が聞こえて、辻村又之助が出てきた。又之助は14歳になる。貝のそば使いに上がったが、江戸へはついて行かなかった。彼はむっとした顔つきで、炙った鮎の皿と調子とを膳の上に置いた。もう鮎もこんなに大きくなったのか、と七十郎が言った。又之助は黙って引き下がった。どこかの屋敷で、新左衛門の激しく咳き込む声がした。七十郎は手酌で飲みながら、その苦しげな咳を聞くまいとするように首を振り、そして続けさまに杯を重ねた。咳はまだ聞こえていた。第四章、談笑八。